人よさ。そういうに挑戦するときはみんなで一緒に面白い顔をしましょう。みんなでやったら一つくらい気に入る顔があるかもしれません。村長の気に入るもの。博士の匂いは好評でしたね。ちょっとすると匂いに何か手がかりが隠されているのかも。やけに匂いにこだわるね。他の手がかりも探してみよう。匂い以外にもいろいろあるかもしれません。情報収集じゃ人よさんしかいませんけどね。マーハイスさん、お祭りどうだ。お祭りは楽しませてもらってますよ。村長に楽しんでいただくには時間がかかりそう。お鍋食べる。何が入っているんですか。イポ卵とイポガエルとイポのりカエル。お気持ちだけで結構ですよ。食べ飽きちゃってなかなか減ってくれないのよ。村長ぐらいよ。村長さんの好物なんですか。村長が笑わない理由に心当たりはありませんか。いつもの村長と違う感じがするのよ。いつもと違う何かがあるのよ。じい様のお家は西にまっすぐ行ったところにあるわ。変わった孫がいるけど悪い子じゃないのよ、ね、よく言われるね。根はいい子なのよ。今はゴミクソだけどっていうそういうやついるよね。別にその子がね、根がいい子だろうが自分に対して悪い子だったらね、ぶん殴りたくなりますね。男女も平等、子供も平等にぶん殴る。ただの暴力者だね。女だから殴らないなんてことはない。女でもぶん殴るし、ムカついたら子供でもぶん殴る。ただのクズだった。お、子供だ。よかったな。テレビじゃなくてよかったな、ね、テレビじゃないからこういうこと言っても大丈夫なんだけど、こいつ天下みてえな服着てんな。いやー、よかった、テレビじゃなくて。やーい、村長、お前の孫の服天下。大丈夫、テレビじゃないから。この子しかいねえ。よし、じゃあ天下に話しかけよう。えのき、これ名前が天下だったらクソ笑うんだけど。あなたたち旅の人ね、えのき知ってる。でもえのき絶対名前は言ってんじゃん。お祭りだからって油断しないのよ。怪しい人はそういう時に来るってばあちゃんが言ってたからね。どうやら用心深い子だね。そうみたいですね、教師。えのきちゃん、村長さんのことでお話が聞きたいんだけど。えのきの名前内緒なのになんで知ってるの。ちいちゃんのこと知ってるの。間違いなくこの子が、村長さんの孫さんですね。お姉ちゃんたち怪しいの。怪しい人はこの謎を解いてもらうよ。小鳥の餌。小鳥ちゃん、その日出されたオレンジとリンゴのどちらかを全部食べてしまう偏食の鳥がいる。4つの巣箱にそれぞれ、表のように果物を入れて1週間観察したら、青は5回、赤は4回、緑は5回、黄色では3回果物がなくなっていた。鳥は月曜日から日曜日までどちらの果実を食べたのか当てれるかね。意味がわからない。ちょっとわけわかんないですね。オレンジとリンゴのどちらかを全部食べてしまう偏食の鳥、果物を入れて、メモでこれが出るってことは上に問題出せばいいな。まず青の巣箱では5回、例えばこう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 だったらバツバツってわけだね。1羽しかいない。黄色では3回、
とりあえず一番多いのが青と緑ね。まあ、一個ずつ解いていけば解けるんだけど、もう考えることを頭が否定し始めているね。まあ全部同じだとすると、四つとも同じ餌だった日がとりあえず一度もないね。まず青と緑で、かぶっているのが1日目ここ2日しかかぶってないね。他全部逆だな。1日目がリンゴだとすると、丸丸丸バツ、2日目こう逆だもんね、五のとこ。やっぱそうだよね。あの五ってことは、一日目とここと。あーもう一個あるな、ここがかぶってるから、ほらこれが丸丸バツバツ丸丸バツバツで、あとは逆だ。この日は多分確定だと思う。だこれにしないとね、あの5行かないからね。ってことは、オレンジとリンゴが、リンゴ、オレンジか。これが確定かな？だとすると、おお！器用に2個目のところが4全部丸じゃないとダメになった。あれ決まった？オレンジ、オレンジ、リンゴ、リンゴ？さあ合ってるかな。丸丸丸バツバツ丸バツ丸バツバツ丸バツ。さあ1,2,3,4,5 1,2,3,4 1,2,3,4,5 1,2,3。正解！やったぜ。これならどうですか？謎解明。私だってやるんですよ。私だってやるんですよ。思ったより偏った食べ方をしていたみたいだね。小鳥の餌が謎辞典に3日ぐらいさ食べれない日が続いたら変色の鳥死にそうだけど大丈夫かな。コロコロナッツに久しぶりにステージ追加。お姉ちゃんたち頭いいの？りーちゃんのこと知りたいの？聞かせてくれるのか。うん、謎解いてくれた人にはいろいろ教えてあげなさいってばあちゃんが言ってたもん。私たちおじいちゃんを助けに来たの。えのきさん、最近おじいちゃんに変わったことがあったか知ってる？知ってるかも。みんなには内緒なんだけど、じいちゃん最近よく転ぶのよ。朝ごはんの時に泥まみれで帰ってきたの。おばあちゃんはバッチリって怒ってた。
ご飯の時泥まみれ。うん、困るわね。まだ転んだ跡が残っているかもしれないね。ありがとうね。お、さらに続きのマップが。すごく歩きにくいです。もうぐちゃぐちゃです。村の外れともなると踏み固められていない地面ばかりだね。靴で泥がんごができそうだよ。ここで転んだんですかね。おそらくそうだろう。転んだ形跡がないか探してみよう。穴。巨大な大木が倒れて自然に形成された橋。まさしく偶然の産物だね。そんな偶然があってたまるか。アフレシア。アリの大群。自分より大きなものを運ぶなんてすごいパワーだね。これはだーん。村長さんっぽい形ですね。相当派手に転んだんですね。こんなに大きな跡めったにはないです。どうやって転んだの。転んだ周りを調べてみよう。くっきりとした跡だね。よほどひどい転び方をしたのだろう。まだあるよ。ヒントメダルあるよ。お、カブトムシ発見。秘密のワードカブトムシ。まるで転んでくれと言わんばかりに出っ張った根っこがあり、あれで根っこ？ラフレシアじゃないの？先生、ラフレシアじゃないですか。臭い花。よく見てごらん。足跡があるよ。ここで足を滑らせて転んだのであろう。あれ、このラフレシア、臭くないです。こんなことってあるんですね。自然は特に私たちの予想を上回るのだ。こんなに大きくて目立つ花、うっかりしても踏んづけないでしょ。えのきちゃんの話によれば、よく転ぶようになったのはごく最近だ。何か変わったことがないか調べてみよう。真実を見つけるには多角的な調査がものを言うんだよ。さあ帰ろう。ラフレシアといえばね、動物の森でもラフレシアが村に、あれって村の整備を放置してると生えやすいんだ。ここだ。ここおばあちゃんかな。おじちゃんたちお帰りなの。じいちゃんの形見た。君のおかげで調査も進んでいるよ。協力してくれてありがとう。嬉しいね。おばあちゃんの話聞く？え、おばあさんさえよければ話を聞かせてくださいな。さっきからお家にいたの。用心だから大丈夫って聞いたら大丈夫だって。それはよかった。どうぞお上がりください。はしごでお願いします。はしごなんだ。ん、虫がいたね今。ほらほら、うわっこんな顔してるのに動きは俊敏。カメレオンは両目をギョロギョロさせて辺りを見回すのさ。ペロハエトリグサ。無限に食うのかな。鳥がいっぱい。何何匹隠れとんねん。さて、この葉虫。お前虫か。おめえ虫か。ジャングルって怖えな。
近寄りたくないな。やっぱ俺は文明がいいな。日本の山ぐらいでいいね。もうジャングルとか近寄りたくねえな。さあ大丈夫やな、家の中行こうか。まずはね、おばあちゃんに話しかけずに家の中を家探しする。これは基本。バナナだ。きらめきバナナを発見した。丸ごとバナナを発見したって文明。木の実がいっぱい入ってるみたいだね。そういえば木の実といえば木の実の謎を知ってるよ。40尾から。なんかやっぱ40ってアベレージって感じだよね。20はめちゃくちゃ簡単、30簡単、40普通、ね、50超えてくると難しい、60超えると引っ掛けがあるとかいう、そういうイメージだよな。森に出かけた3匹のリスは、もう今回はね、リスどんぐり推しが多い。あれこれやったこれやったな。説明同じじゃねえか。すべてのどんぐりを拾ったわけじゃない。ま、ん？やったなこれ。まあまあこんな感じだとしよう。まずさっきの問題のねやり方を思い出してみよう。全部を足す。まず245、11、34、7、75、214、47、11、633、12。まずこれを足しましょう。11足す7足す14足す7足す字が汚くて数がわからん。26ね。37、44、11、55、55で次3で割る、18、18個以下なら、ここは54だな、書き方的には。18個以下なら、できる可能性があると。よし。18個ね。この回とか。で、この道を行くと、2、3、5、10、19。もうダメじゃん。じゃあ、こう上確定だな。こう確定やな。あー、そうか、こっち行ってもいいんだった。まあいいや、これで18、9の18、2、3、4、5、9、13、16、まあ18でも全部通らないって言ってたからね。18はでかすぎる気がする。7、5、12、19、もういけなくなる。7、4、3、7がもういけないから、7、5、2だと14で全然足りない。つまり、これを最後こっちに行くことで3減るんで15かな。よいしょ。これで7、5、7、5、5、7、5、3、7、5、3で15。あかん。これで、16。18はメモっとかないと忘れちゃう。16、7、4、5、よし、これ16、6、6、4、3、7、3、やばいやばいやばい、数がでかすぎる。6、7、3で
オッケー、行ったかな、行ったな、これ673、オッケー、行った行った、16、正解は16で、745、これで16で、6 7 3 16 16 16 16 16。あまり自信がありません、ね、ルーク、アーリアにマウント取ろうとして失敗。僕こんな謎知ってますよ簡単だったねルーク。この道順で家に帰ると16個ずつだ。どんぐりを拾おう2、ね、いくつまで進むんですかねこれ。ずいぶんたくさんあったのね。木の実は食用かしら。鳥さんにあげるんじゃないですかあれやね、鳥に自分を食われないようにどんぐりを差し出すことで自分を食われないようにするんだね。割と鳥って肉食の鳥多いから。あ、鳥がいる。ホームさん、あらら、わお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 、あわわわわわわ、内緒だよ、あお。鳥のための玄関ね。ペットってより家族かな。この家が鳥かごに見えます。胸元パピオ、パクった手に入れたじゃねえ、人のだろそれ。秘密の、これワードだからいいけどさ、今ここにあったのパクったぞ。コレクションじゃねえんだよ、人んちのもんだよキノコ、みんなも人んちに行ったらコレクションを探してみようまあ警察呼ばれないようにね。ね、こんなところにプレイステーション5を発見した。そのままプレイステーション5持って帰ったらいい。来たかい旅の人、アミガサさん、ね、じいさんの心配してくれてんだろ、お世話なこって。村の連中は意地の悪いこと言わなかったかい。肝の小さい奴らばかりだもんでんな。とんでもないデブしかいませんねこの村の女性、ね、空の、外の人なんて私は小娘の時見たきりだけど、じいさんのことだったかい。村長さんの身に変わったことはありましたかね。そうさね、狩りの腕が落ちたらしくてね、矢が当たらないどころか弓までなくしてる始末なのさ。いにゃあれでも村じゃナウテの狩人と呼ばれとったからね。弓の名手がする、失敗とは思えませんね。さぞ気が塞いだんだりょうよ。近頃じゃ腹から笑うことができなくなったし、外に出た時がご飯まで帰ってこないのさ。夜になってもブーラブラ、何してんだろうねあの人は。はあ、なんか気づいたお。俺はまだ気づいていない。なるほど、奥さん、村長が笑わない理由が分かったかもしれません。本当かね、もう分かったんですか。私の考えが正しければね、村長さんのことはお任せください。ま、また元気になってくれるといいね。村長さんはきっと笑顔を取り戻してくれるはずです。そうかい、ありがたいことだね。じゃあお願いするよ。謎を解明するんですね。これ自分で解明せんとあかんパティーンか。道具を作ろう。できてからのお楽しみさ。あれ、まだ取り漏らしが。教授、何を探しましょう。さっぱり見当ついていませんよ、ね、棒が欲しい。木の枝でいいですか。エクスカリバーを探そう。棒と接着剤、ジャングルで手に入れるとなると樹液ですかね。棒と接着剤、この土地にもともとあるもので作りたいんだ。他の地域のものは使わないよ。ここもか。モレモレピチピチカニ上手。あー、出たことによってね、調べたところが全て復活してしまったぞ。卵がピタゴラスイ。何目玉焼きができましたよ。食べ頃ですよ。いや違う、そうじゃない早く食わないとこれ焦げちゃう。焦げちゃう。
お、あった。これかな。よし。